こんばんは、6時のニュースをお伝えします。港区で2日、犬が二日酔いになってしまいました。二日酔いになってしまったのは港区に住む犬、マリちゃん5歳。マリちゃんは5日午後11時頃から飼い主である男性のワインを興味本位で飲んでしまったことにより泥酔してしまった模様。翌日6日、飼い主がリビングに向かった際、完全に二日酔いになっているマリちゃんを発見。一度は起きたものの、まだアルコールが残っていたせいか、すぐに寝てしまったとのこと。この日以来、マリちゃんはワインを目にすると、怯えるようになったとのことです。続いてのニュースです。ひたちなか海浜公園で撮られた一枚の写真が、現在ネットで話題となっています。女性はこの日、ペットである4匹のチワワと一緒に、ネモフィラ観光のため、ひたちなか海浜公園に訪れていた。まずはネモフィラだけの撮影をしようと花にアングルを向けたのですが、どこに向けても4匹のチワワがついてきてしまい、ネモフィラだけの撮影が全くできない状況。ネモフィラだけの撮影は諦め、4匹のチワワも入れた写真を撮ったのですが、その写真が可愛すぎるとネットで話題になっています。実際の画像をご覧ください。ものすごく幸せそうです。これにはネットでも、愛くるしすぎる、チワワせそう、などといったコメントが寄せられているとのことです。はい、かわいいですね。かわいいですよ。いや、犬って本当にいいですよね。邪念もないし、心も綺麗だし、飼い主のこと絶対に裏切らないし。なんかプライベートで何かありました？それ以上聞かないでください。はい。以上です。